ギャラリーのろぺこです。猫耳ポーチをご紹介していきます。大きさが2種類あります。まずはこちらの一番大きいポーチからご紹介します。番号は839番です。外にポケットがあります。本体はファスナーで開閉です。そしてお耳がついています。後ろから大きくガバーッと開きます。こちらの大きいサイズは通帳も余裕で入ります。お薬手帳も重ねてみます。小さい方のサイズです。番号891番。形が同じなのでまずはこちらで詳しくご紹介します。小さいサイズですが結構マチがあるので見た目よりもたっぷり入ります。本体はファスナーで開閉です。そしてこちらもお耳があります。こちらのポーチも大きくガバッと開きます。こちらの891番は内側も猫の生地。そして外側の生地です。タグも縫い付けてあります。番号803番です。形が同じなので生地をご紹介していきます。番号892番。番号890番。皆さんこんにちは。あたちこごめちゃんです。